の向井田です。今日はよろしくお願いします。今回ナビゲートを務めます桑野真理子です。今回ヘアキャンプさん主催のカミングスーン2021ヘアキャンプショーを取りました。向井田さんと、その向井田さんがもうぜひ対談したいということで、指揮の伊藤さんにお越しいただいて、カミングスーンのお話をぜひいろいろ聞かせてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤さんと対談したいと思ったちょっと理由をぜひ聞かせてもらえたらと。尊敬して憧れる美容師さんの一人だったので、もうこれはと思って伊藤さんのどんなところを憧れてる？恥ずかしいですか？まあなんか作るスタイルとかもそうなんですけど、はい、なんか美容以外こうムードがすごい、はい、硫酸ワールドみたいなのの、はい、ちょっと内側を知りたいな。皆さんやっぱね、ゆうさんの頭の中の。そうなんです。なるほどです。うん、すごく知りたい。そこら辺もちょっと今日、はい、ぜひ聞かせてもらえたらと思います。向井田さんの作品のすごく良かった点っていうのをぜひ。もう純粋にデザインが好きだったので、あれピアスしてるね。ピアスしてましたね。そう、なんかそういうのもちょっと尖ってんな。まあ全部良かった。好みでしたね、単純に。そうそう、すごいですね、なんか相思相愛。相思相愛です。あの作品にどんなことをぶつけたんですか？制限なく、まあ、自分でその人物設定もできちゃうし、うん、まあカラーもカットもなんかこうやっぱモデルさんやるってなると、やっぱモデルさんへの似合わせだったりとかできる幅とかもあるじゃないですか。それがなく、まあ、自分で設定できたっていうのもあって、うん、まあ、一番挑戦してみたい、まあ、ヘアスタイルとそれに合うヘアカラーっていう感じで今回考えさせていただきました。どういうふうにそのデザインの方向性って考えていかれたんですか？最初はなんか受けるものを作ろうみたいな感じもあったんですけど、自分の中で。でもだんだんこう考えれば考えるほど、もうなんか作ったものが受けたらいいなっていう感じになって行き着きました。いや、なんか目に留まる人の特徴とかありましたら、うん、ぜひ聞かせてもらえたらと思います。やっぱナッチとかうちのゆうたとかはもうエラーがないというか、1枚だけなんかコンテストに出すカラーとかだけがいいとかじゃなくて、はい、全部上手だったんで。カミングスーンに出ようと思ったきっかけ、私も知りたくて。確かコンテストとかは割と美容学校の時とか、まあ、ずっと美容師になってからも、まあ、見たりとか出たりとかするのが、まあ、結構好きというか。もともとコンテスターなんですね、はい、そうなんです実は。あったらやりたいなみたいな感じで、力試したいなって思ってる中でのカミングスーンだったんで、はい、まあ、率直な感想をぜひ聞かせてもらえたら嬉しいです。そうですね、前例もないし、はい、今っぽいちょっとオーディションっぽい感じの形式で、まあ、シンプルに面白そうだなと思ったので、まあ、あのすぐに受けてって言ってやらせてもらうことになったんですけど、はい、まあ、実際やってみてなんか今年一番盛り上がったのかなと思ったので、はい、まあ、第1回あの審査させていただいてすごい良かったなと思います。実際やってエントリーしました。で、第2審査に通りました。そっからがすごい大変だったんじゃないかなって。まずウィッグがめちゃめちゃ難しい。もう全然お客さんと違います。やっぱ人やる方が、はい、まあ、簡単っていうか、まあ、読み通りというかに行くんですけど、はい、ウィッグはめちゃめちゃ難しかったですね。そうなんですね。そもそもそのピックで求めてるカラーが出るまでがまず。そうなんですね。どれぐらい のビッグと向き合ったんですか？結構あの状態としては、はい、もう黒染め宿毛履歴みたいな、はい、もうお客さんで来たらちょっと断っちゃうかもなみたいな、状態。しかも一句の中でも多分当たり外れがあるんで、はいはいはい、なかなか結構難しい施術ですね、うんうん、ウィッグからで。ウィッグですけども、洗剤とかもいっぱい入れて、はい、惜しみなくやらせていただきました。すごい。デザイン決めるのもちょっと時間かかって、はい、なんだかんだ自分のスケジュールがグーッと押しちゃってみたいな。はいはいはい、
感じでしたね。でもなんか久しぶりにちょっと切羽詰まってっていうのも終わってみたら楽しかったです、うん、勝負師ですね。もう一番伝えたかったことって何だったんですか？自分が思う、まあ、可愛いとか、うん、おしゃれとかイケてるっていうのが、まあ、その自分の思う層にこう伝わってほしいなと思いながら、うんうんうん、まあ、作品だったりとかプレゼンテーションとかも考えてやってました、はい、どこら辺の層に刺さってほしかったんですか？おしゃれにな子だったりとか、まあ、おしゃれになりたい子とか、例えばオーダーの難易度がちょっと高くなるような子、うんうん、たちとか、結構感度が高い子たちにこう届いてくれたら嬉しいなと思って。その期間中に支えてくれた人とか、まあ、アドバイスをくれる先輩とか、かなり周りのなんか一緒に盛り上がってくれる感じはとてもありがたかったですね。支える立場としてはどんな構えで見守ってらっしゃるのか、どんな構えなんですか？僕結構ほっといちゃうんで。あ、そうなんですか。うちも今回ゆうた出てましたけど、はい、そんなに何も口出さずって、うん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 、で、まあでも一応人数多いんで、はい、アドバイスしてくれる人もいれば、はい、って感じだったので、うん、僕はもう放任主義で、はい、ゆうたとかなっちとかは結構自分の色があるというか、はい、自分持ってると思うんで、なんか濁っちゃうかなと思って。あ、審査員っていうところで言うとあんまね、うん、そういう意味でも、うん、近くなりすぎちゃうんですね。そうなんですよ。いや、ちょっと難しかったです。そうですね。自転な子がいると。結果が出たなんか要因ってどこにあると思います？でもちょっと結果発表で名前呼ばれた時に、うんうん、まあ、まだ後にグランプリの発表があるじゃないですか。そっか。あっと思っちゃいました。近く悔しいって思ったんですね。はいはい、悔しい。グランプリしか見えてなかった。そうなんです、はい、もしかしたら足りなかったのかとか考えたりとかしました？いやー、難しいですね。なんか全然違う系統の作品だったんで、うん、違うものすぎて。そうですよね。ちょっと分析不可能。コンテストに出ることの楽しさってどんなところにあります？なんか意外とこう普段からこうヘアスタイルとかファッションとかこう見てるようで、やっぱいざ自分が何か作るってなるともっとこう見たりとか探したりとかするんですけど、うん、なんかその時間がやっぱ楽しかったりとかしますね。作品を作る上で大切にされてることってあるんですか？そんなにないんですけど、好きなことやってるって感じですかね。このスタジオもそうですけど。あ、そうですね。ちょっと僕のスタジオなんですけど、はい、本当好きなことやってます。なんでそうなりたいなと思ってくれたらいいし、はい、何やってんだって言われる時もあるかもしれないし、もうでも気にせず好きなことをやるって決めてるんで、はい、まあ、まあ究極も美容師じゃなくてもいいぐらいな、じゃなくてもいいし、まあ、何でもいいんですけど、肩書きは、はい、自分がやりたいなと思うことをやるようにしてますね。でもやっぱそれが一番結局は皆さんから、ね、うん、注目されるコツなのかな。 でもまあ美容師がベースで自分はあるので、はい、まあ、そういうナッチとかの作品見るのもすごい好きなんで、うん、逆に勉強になったなって感じでした。はい、なんかせっかくお会いしてるので、はい、なんか、うん、お互いに聞きたいことあったら、うん、一昨日焼肉行っちゃったんですよ。そうそう、あの審査員の、はい、ここだけの話で今だから言えるみたいな。今だから言えるあれ2回目の放送ですよね、はい、ライブで。僕なんかやっぱ結構お酒飲むんですけど、はい、ついて、はい、まあ、軽くお話しようないよぐらいな感じでハイボール飲んだら、結構もうグワングワになるぐらい酔っ払ってしまって、はい、で放送中もなんか結構ふわふわしてたんですけど、で最後なんだろう、終わった後に、全部終わった後にみんなでお酒飲んだりとか、はい、まあ、ナッチとも話したし、グランプリのミュージアムとも話したけど、はい、まあなんかそのぐらいなんか
近くなれる本ですと、うんはい、すごいいいなと思ってて、やっぱ普通のなコンテストとかだと審査員とか喋れないぐらいな感じとかだったりとか、あとは、まあ、出場者同士も全然顔合わせることもないようなコンテスト多いので、まあ、そこがすごいいいなと思いましたね。今日なんかいろんな交流もありました、その参加者だったり。そうですね、ありましたね。結構その、まあ、都内とかの同年代とかの子とかは、まあ、もともと知り合いだったりとかもしてたんですけど、はい、他あとはそれこそグランプリのみゆさんとか大阪からとか出たんで、ちょっと話させていただいたりとかして楽しかったですね。シンプルに。ああすごい、はい、あのライバルとかっていらっしゃったんですか？ライバルですか。でもなんか最初のなんかもういいね数からスタートしたじゃないですか、はいはい、まあ、ポーンと、まあ、みゆさんとか、はい、あと小林くんとか行ったんで、はい、ちょっと意識はしますよね。さすがに数字が出てるんで、こう毎日チェックして。そうですね。どうやったらこんなにいいね作ったらとか思ってたら、割ともうこのコンテストになる前からちょっと会ったことあるようなメンバーばっかりだったんで、都内のメンバーとかは、なんでちょっとまあ友達だけどちょっと頑張ろうねみたいな感じでやりとりあったりとかして、はい、どうして、はい、どうしよう、はい、ファイナリストに選ばれて結構また、はい、ちょっとねいい関係性ですね。さっと話してっていう、そういう方っていらっしゃいます？一緒にこう上がっていくみたいな。僕の世代本当にいなくて。あ、やっぱあるんですね、こう年齢で。僕の代同期が思いないですね。上か下かでちょっとこう、はい、上か結構下も結構いるんですけど、はいはい、なんでどうしようみたいです。改めてカミングスーンに出場してみてよかったと。作品みたいなのを作る上で、まあ、なんかこう自分の思ってるこう可愛いものとかいいと思うものを、なんか私結構収集してからこう選んで、うんうん、こういう感じしようかなみたいなとかするんですけど、その収集作業結構久々にってやったんで、はい、なんか自分のその思うものをこう再確認できたかな。その収集するやり方ってインスタとあとピンタレストとか、あとは普通にも探しに伝え書店とか行ったりとか、あと街歩きながらとかもありますね。なんかブランドのなんかポスターとかも結構あるじゃないですか、可愛いなんか色でとか形でとか、意外とこう美容師してるとこうないようなヘアスタイルのなんかあります。ありますよ。可愛いなと思ったら写真撮ってとかっていうのを意識的にしてたこう期間だったんで、なんかそういうのをしてるうちに、まあ自分のこういいと思うものって結構偏ってるじゃ偏ってるんですけど、確認できたな。ちょっと派手なものとかやっぱ好きですよね、うんうんうん、パンチがあるっていうか、あんまナチュラルな感じとかはちょっと目に留まらないかもしれないですね。ぜひ今後のご活躍を楽しみにしております。今回はありがとうございました。ありがとうございます。